この二重ヘルメットっていうものはジロとあと今グループの会社でしか作れないっていう。なるほど、ダイアテクスは比較的ねいいもんくれるんで。はい、それではね最後に、本命ダイアテックさんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。長瀬さんですね。長瀬さんはジロとかペダレットとかの、まあ、営業とか含めて、はい、まあ、いろんなことやられてるんですけど、芝公園 のお店もね、はい、今ねショップの方も見てるんですよね、はい、という感じでやられてるんですが、今日はね、ジロとペダレット、ダイアテックさんっていうと実はノグとかアソスとか、まあ、多分東京ウィルさんの動画の中でもいろいろ紹介してもらってるブランドいっぱいあると思うんですけど、すごい有名なブランドいっぱいやられてるんですけども、今日はジロとペダレットを持ってきていただいた感じですかね、はい、でちょっとそのじゃあせっかくねあの代理店さんがいるんで、僕はいつも熱く飾ってるところでもあるんですけども、はい、ちょっとまずはジロについてね、ちょっとジロって今一番なんかこう、はい、調子のいいのってどの辺なんですか。まあ、今一番特徴的なのはこのヘルメットになりますね。おお、やっぱり多分動画で被って、はい、僕の大好きな僕3つ持ってますから、はい、マリーズってヘルメットになりますね、はい、これはどの辺がなんかあの僕はもう使ってるから散々言あの分かってるんですけども、改めてどの辺がなんかこう人気の秘密というか機能的にどんな感じなんですか。機能的なところでいくと、はい、もう皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、ジロの今この辺のレース用ヘルメットはこのスフェリカルっていうヘルメットが二重になってこの動く構造、はい、これが通常よくいろんなメーカーでこのミップスは搭載しているヘルメットありますけど、はいはい、この二重ヘルメットっていうものはジロとあと今グループの会社でしか作れないっていう。なるほど、これって一応ミップスなんですか。ミップスですね。ミップスカテゴリーには入るスフェリカルという。そうですね。なるほど、だミップスの中でのまあ最先端の安全機構っていう作りになりますね。で具体的にその動くことによってなんか効果というか効果効能っていうのはどういったものが、もともと MIPS っていうのは自転車の結局あの工事現場のヘルメットみたいな落物から頭を守るっていうものとは違うじゃないですか、動きながら転ぶので。なのでどうしてもあの地面に頭をぶつけた時ってボールの回転と一緒でバウンドした瞬間に回るんですよね。その時に頭蓋骨の中でこの脳みそがねじれるっていうのを抑えてもらうのがこのミップスの効果ですね。なるほど。でしかもヘルメットが2枚重ねになったので、まあ、発泡スチロールの密度が内外で変わっているっていうのも大きな特徴になります、ね、そこも変えられてるんですか。へえ、すごい。なのであのレースの世界ではね、うん、ここもう10年ぐらいで、うん、もう平均時速10キロ弱ぐらいはもう今上がってきてるって言われてる中で、そうなんですね。まあ、その中でより高い安全性っていうのを出すために外側は高速域で転んだ時に吸収しやすい密度 で、うんうん、で内側は 低中速域で転んだ時に吸収しやすいっていう、それぞれの。それ俺ちょっと知りたかったんですけど、その高速でと低速での吸収の違いってどういう具体的にはどういう違いなんですかね。あの多分その衝撃に合わせてその発泡スチロールの密度っていうのが外側が密度 この詰まった、あ詰まってるんだ、はい、なるほどね。で中側が密度がちょっと薄めにしてあるって感じなんですね。そうですね。なるほどね、そういうことなのか。なのでまあ2枚 その効果でより幅広いスピード域でそれぞれ突出した衝撃吸収能力を持っていながら脳みそに後遺症を残さない、この密度の効果もある。自転車特有のね、あれはね、はい、なるほど。じゃあまず安全性に関してはスフェリカルが一番いいよと。そうですね。それ以外もいいとこあるんですかね。で今逆に今回横浜のイベントとかだと、はい、まあ、やっぱりこういう街乗り系のヘルメットとかですよね。へえ、これなんていうモデルですか。これはコーミックっていうモデルで。コーミックか、はい、まあ、アーバーのタイプで、まあ、ちょっと大きめの XL タイプと通常のフリーサイズとってあるんですけど、はい、このあたりもやっぱり今自転車ね、あのもう乗るときはまだ着用、努力義務ですよね。義務じゃなくてまだ努力義務なんですけど、あれで一気にヘルメットって動いたじゃないですか。そうですね。まあ、売れたというか、それでやっぱこの辺ってすごい人気になってる感じなんですか。そうですね。なるほど。やっぱり街乗りとかそういう方向けって感じですよね。そうですね。でやっぱりあの同じくこれはミップスがついたモデルになってますから。あ、これミップスついてるんですか。これもここが、あ、なるほどね。通常ミップスってこういう風にフィルム、中のフィルムが動くようになるんですよね。これがさっきのスフェリカルとの違い。そうですね。なるほどね。これで衝撃を逃がすと。なるほどね。それで言いながらやっぱり街中で走った時の冷却効果、うん、まあ、やっぱり涼しい方が当然いいですから、まあ、風穴っていうのと一緒に特徴的なのがちょっとやっぱりこのベンチレーションホールが大きめに作ってあるんで、うん、例えば駐輪時に
ちょっと細めのロックとかだったら一緒に通して、なるほどね、キーホールとしても使えたりするので、あと軽いっすねこれね、重さも軽いですね。やっぱりこんだけ穴抜いちゃうと多分基準満たすの結構大変だと思うんですけど、そこをちゃんと基準通しつつ軽さもっていうことですね。そうですね、ヨーロッパの C 規格ちゃんと通ってます。なるほど、へえ、これもおすすめと。これいくらなんですか？これが13,000円。あ、なるほどね、買いやすい、はい。まあ、あとはもう絶対大ベストセラーのシンタックスがいますけど、そうですね、まあ、ちょっとこれはあのもう散々触ってきてるんでちょっと今回はスキップさせていただいてですね、これはもうめちゃくちゃ売れるやつです。ちょっとペダレットの方をじゃあ見ていきましょうか。ペダレットはいろいろ多いのでおすすめのモデルはちょっと1個、はい、はい、もうペダレットですごいかっこいい。何これ？このシリーズですね。へえ、かっこいい。これがまあオデッセイっていう、はいはい、多分去年とかもご紹介させてはいただいてたんですけど、まあ、ウルトラディスタンスって長距離のカテゴリーのものになりますが、はい、面白い記事ですねこれ。今年はファブリックがね刷新されて、なんかリップストップみたいにも見えるけど、すごいかっこいい記事ですねこれ。ウルトラディスタンス、じゃあ長距離モデルなんですかね。そうですね。なるほど。じゃあ耐久性が強いし、摩耗性、耐摩耗性も強くってみたいな。で、結構コンフォータブルな着心地なのかな。そうですね。こういう袖もレザーカットになっていて、なるほど、スレとかに優しい形になっていたりとか。へえ。やっぱりまたね、ポケットが多いのは特徴ですね。なるほどね。まあ、どうしてもウルトラディスタンスってなるとやっぱ荷物大きくなるんで、まあ、バイクパッキングだけだとちょっと辛いので、こういったところもいろんなね、装備できるようなものがあると。あ、このビブの中のこういうポケットね、この辺のデザインがすごい可愛いですね。そうです ね、特徴的なデザインがいろいろされてて、かっこいい。これ着てたら目立つな。ペダレットって今あれですよね、あのそういうイベントのスポンサーなんかもやってますよね。そうですね、ウルトラディスタンス系のスポンサードは結構昔からやってますね。だからそういったところやっぱ強いブランドなのかなっていうところですかね。結構多分その辺のカテゴリーに、うん、あの興味を持ってあの取り組み始めたのはかなり早い方のブランドだと思いますね。これがオデッセイシリーズになります。オデッセイシリーズ、これで大体いくらぐらいなんですかね。これで上が33,000円、33,000円で、ショーツが44,000円です、ね、4万4000円。じゃあ結構値段やっぱするんですね。機能がやっぱしっかりしてるっていうところ。この辺はそうですね、機能でいうと一番、はい、作り込みはあるタイプなので。ちょっと値段は、ちなみにペダレットでエントリー的なちょっと値段の買いやすいジャージとかあるんですか？どこ？こちらなんかがエレメントシリーズっていう、まあ、ロードのトレーニングから、まあ、ちょっと気軽に乗れるタイプのシリーズになりますね。なるほど。こちらでおいくらぐらいな感じ？これでジャージが23,000円で、ショーツも28,000円ですね。なるほどね。じゃあそれで随分買いやすくなってくる、はい、そっか。じゃあもしペダレット興味あるよって方のエントリーの方はこれまず買っていただくか、まあ、もう行っちゃえって方はこっちの方ですよね。これでも、まあ、こっちもでもすごく特徴的でいいですよね、まあ、なかなか ね多分他にはない、他にはないですよね、うん、形だと思います、はい、こちら今商品どこで見られるんですか？あの芝公園の国東京というショップの方で、はいはいはい、国東京、はい、新着も現物も見れますので、最寄り駅は芝公園か浜松町ですね。芝公園か浜松町ですね。行くとこれが一応ありますということなんで、はい、興味ある方はね行ってみてください。はい、よろしくお願いします。はい、ます。はい、というわけでダイアテックさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なんかダイアテックさんなんかくださいよ。あ、違う間違えた。なんか特典ないんですか？なんかあの今日あの公式 SNS フォローしてくださった新しいお友達になっていただいた方に、はい、マッコフのあのバイククリーナーのお試しセットを差し上げたりしてますので、会場でこの紙袋を持っている方は皆さんフォローしていただいた。へえ、これがもらえる。これ何ですか？これあの水洗い用のバイク用の洗剤です。あ、なるほどね、洗剤なんだ。これがフォローするともらえる。今この動画を見てこれフォローした人はもらえるんですか？もらえないですよね。会場に来てください。会場に来てください。会場に来てください。はい。という感じですね。はい、じゃあまあ、ちょっと今回は多分この動画流れる時はこれ終わってますけど、はい、まあ、いろんなイベントでこういう、ね、はい、ということで企画はしてますので、はい、ちなみにそのイベント情報でどこ見ると分かるんですか？ダイアテックさんのイベント情報って。それこそダイアテックのそうか、インスタをチェックいただくと一番早い。それこそ、え、でもさ、先にフォローしちゃったらこれもらえないわけじゃないですか。その時は LINE のお友達になってください。そうやって一つ一つ行けばいいわけですね。はい、わかりました。ということで、じゃあもしね興味ある方はこちらフォローいただいてイベント情報をゲットして、はい、ダイアテックさん比較的ねこういうイベントに出るときはポカーンと出ていいもんくれるんで、あの追っかけた方がいいですよね。はい、という感じです。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。